皆さんこんにちは。さあ今日はですね、皆さんこちら覚えているでしょうか。うちのチャンネルでも一押しのメーカー、PGYTECH なんですが、この PGYTECH のキャップロックっていうこのクイックリリースシステム、僕の身の回りのねガジェット系は最近この、キャップロックで全部統一していまして、これがあることでね、まあいろんなアクションカムとかこういった、ジンバルカメラそういったものも全てこのキャップロックでまあ統一できて便利だよって話を前にしたんですけども、そのキャップロックからですね、新商品が、発売予定です。で、今回も発売前の商品ではあるんですが、PGYTECH さんからサンプルを送っていただきました。本日紹介する商品はこちら、PGYTECH キャップロックマグセーフです。はい、ということでついにキャップロックもマグセーフに対応する商品出してきましたね。で、今日はですね、これがどんな商品なのかとか、どんな風に使ったらいいのかってところを詳しく解説していきます。それじゃあカメラ切り替えて詳しく見ていきましょうか。さあそれでは送ってきてもらったものを見てみましょうか。今までで一番シンプルですね。で、今回サンプルなので、あのパッケージとかそういったものは一切ありません。ではまずこちらがキャップロック対応の、マグセーフアダプターになります。そうですね、全体的に結構金属を多用していますが軽いですね。で、ここに PGYTECH のロゴがありまして、ここが稼働する、部分なんですが、ここね結構硬いですね。テンションは強めです。ただテンションをかけるためのなんかこうネジとかはないので、まあ基本的にそのまま使うことになると思うんですけども、ここをこう動かしてる間にだんだんこの辺が緩くならないかちょっと心配ですね。で、ここが、マグセーフの部分ですね。で、リングの周りにはこれはシリコンゴムかな、かなり滑りづらい、素材になっているので、まあのケースが傷つきにくくなりますし、あと滑り止めですね、そういったものも、役に立ちそうです。裏の方は特に何もありません。で、この先端の部分にはこれは GoPro とかに使われる、このフィンガーマウントですか、これがついていました。うん、まあまあ質感もなかなか高くて、いいんではないでしょうか。マグセーフはですね、基本的に iPhone しか対応していないので、このようにこれ両面テープですね、 3M の両面テープが貼ったこのリングのマウントがついていました。これを使うことで iPhone 以外でもこうパチッとね、固定することができます。かなりこれ磁力がね強いので、あれですね、指とか挟まないようにしてください。これ貼るときとかにもしこれ近くに あったりするとバチンっていってこう指挟んでしまったらちょっと危ないので、はい、これだけ、磁力はとても強いです。袋から出してみるとこんな感じ、この表面の方は金属製ですね。で、裏は両面テープとなっています。はい、こういった Android とかその他のスマートフォン、まあガジェット系につけれるような、両面テープ付きのリングが1個入ってました。あとはおなじみキャップロックとアクションカムマウントですね。これをさっきのこのリングのやつ、これと組み合わせて使います。で、今回はネックマウントもなぜかね送ってもらいました。で、これに関してはですね、過去にがっちりレビュー動画上げていますので、まあそれ見てほしいんですけども、まあ多分この2つ組み合わせて使ってくださいっていうことだと思います。はい、といった感じでですね、こういったものが、送ってもらいました。早速ですね、この iPhone とね、組み合わせで使ってみましょうか。さあ、続きまして iPhone 15 Pro Max と組み合わせで使っています。で、今回ケースに入っているんですが、このケースも、もちろんこのマグセーフ対応のケースなので、おそらくは、バチン、あ、くっつきますね。はい、くっついた感じはこんな感じです。あー、かなりね、磁力は強いですね。これわかります？思いっきり振ってるんですけど、全然外れる様子はありません。で、外すときはこう手に持ってグッとこじるようにしてやると簡単に外すことができますね。うん。磁力はめちゃくちゃ強いですね。はい、こんな風にこうパチッと合わせると、もうそうそう簡単に動く心配はありません。まあこれだけねがっちり固定していれば、車載とかのマウントでは多分十分でしょうね。自転車とかでも多分大丈夫だとは思うんですけども、ちょっとこの辺はまあもしやるなら自己責任になりそうですね。でもあのアクションカムのようながっちり固定するわけではないので、あのマウンテンバイクとかにつけて、まああのすごいそう坂道を下ったりとかそういったのやめた方がいいですね。はい、あくまでまあ普通の自転車とか、あとバイクもちょっとやめた方がいいかな。うん、そう、振動が激しいものはやめた方がいいですね。車だったら全然大丈夫です。車の車載マウントであれば、はい、この磁力で全く問題はありません。さあ次はですね、一緒に付属していた、キャップロックのネックマウント、これとの組み合わせちょっとやってみましょうか。このネックマウントですね、まあこの前も紹介したんですけども、めちゃくちゃいいんですよ。この
自転車の鍵みたいなこのロックシステムが非常に使いやすくて、首からこう回して全然見ることなくね、簡単に固定できます。これ物によってはね、この首にかけてロックするまでが難しい商品多いんですが、このキャップロックのやつであればこう押し込むだけで固定できます。で今ですね、ここにピンマイクついてるんで、あんまりこうガチャンガチャンやると音拾っちゃうんで、こう手で固定しますけども、でさっきの、このキャップロックとマグセーフをつけたこのマウントをこう通しますと、こんな感じに、はい、固定できます。はい、こう首から iPhone をこうね、下げることができます。でこれでどんな映像が撮れるのかと言いますと、はい、こちらご覧ください。ちょっと別で撮ってきました。自分のね、こう手元を撮ることももちろんできますし、自分が見ている方向の映像ですね、まあ、いわゆる POV っていう撮影をね、このスマートフォンで簡単に撮ることができます。これなかなかいいですよね。例えばあの料理とかね、メインに動画作っている方でしたら、手元ちょっと映したいというか、リアルタイムでこう自分が動きつつ、まあ、料理とかね、そういったものを作っている様子撮りたいって方多いと思うんですが、そういった時にはこれすごくおすすめです。まあ、もちろんですね、まあ、こういった POV を撮るんであれば、まあ、うちのチャンネルだったらね、過去にいろんなその便利なカメラ紹介してますけども、スマートフォンで簡単に POV を撮りたいよって方でしたら、今回のこの PGYTECH のこのマグセーフめちゃくちゃいいと思います。はい、もう外すのも簡単、つけるのもね簡単ですし、角度もね、このマグセーフのところに2つこうジョイントがありますから、まあこのメインのこのね緩めるネジのところでこう角度つけてもいいですし、である程度つけたらスマホをつけて、より細かい角度調節をここで行うこともできます。でまあ安定感を取るんだったら、思いっきりこの肌にピタッとつけてしまって、でこの首の部分動かせば結構ね映像は安定します。まあ、ただあのこの首につけた場合ですと、あまり走ったりとかはやめた方がいいですかね。普通に歩くくらいだったら全然問題ないんですが、走るとやっぱりね、この iPhone 15 Pro Max はちょっと重たいですし、まあ、このキャップロックの部分は金属なんで、こうグオングオ動いてしまって顔にスマホが、ね、直撃するかもしれないんで、まあ、できればこうゆったりとした動画ですとか、あと手元を映すメインの動画ですね、そういったものに向いてると思います。はい、ということでマグセーフ付きのこのキャップロック、とっても便利でしたよって話なんですが、まあ、ちょっとこれで動画終わってしまうのもね、あまりにも寂しいので、最後ですね、このキャップロックいいところ話していきましょうか。皆さんはですね、こういった、アクションカムですとか、ジンバルカメラとか、まあ、360度カメラとか、まあ、スマホとかでね結構動画撮ってらっしゃる方多いと思うんですけども、まあ、メーカーによってでこのクイックリリース系のやつでバラバラじゃないですか。まあ、特にこう有名なのが、このアクション4とかのこの磁気マウントですよね。はい、この DJI 独自の磁気マウントで、こうアクションカムと三脚とかミニ三脚をね、こう脱着するのがめちゃくちゃ楽なんですが、いろんなメーカーが独自の仕様のものを作っているので、なかなかね、それに合わせたオプションパーツを買っていくと結構お金がね、かさんでしまいます。でもこの PGYTECH のキャップロックであれば、一回ね、このキャップロックのシステム一つ買ってしまえば、まあ、全部のカメラに使うことができます。例えば、これ、PGYTECH のキャップロック付きのこのミニ三脚なんですけども、まあ、今回のこのキャップロックの部分に、これつけまして iPhone をつけるとこう iPhone とミニ三脚使うこともできますし、これを外して、さっきのこのアクション4ですね、アクション4のこのお尻の部分、この部分にキャップロックをつければ、はい、このねアクション4も使うことができますし、でインスタ360 Go 3S、これも独自規格のクイックリリースなんですが、ここにもキャップロックをつければ、はい、このまま使うことができますし、でこれはインスタ360X4 360度カメラ、これのお尻の部分にもキャップロックをつけると、はい、このまま使うことができます。最後に DJI のポケット3なんですが、ポケット3はねクイックリリース系のものはないんですが、このお尻の方にですね、このネジ穴切ってあるので、ここにキャップロックをつけてあげれば、はい、こんな感じでね、つけてそのまま使うことができます。といった感じですね、いろんなメーカーのカメラですとか、スマートフォン、そういったものの垣根をすべて、超えて、
このキャップロックで全部統一させることができます。でもう一つね、このキャップロックのいいところはやっぱり値段が安いことなんですよね。まあこういったクイックリリース系の商品で有名なものでしたら、まあね、ファルカムとかが結構有名だと思うんですけども、ファルカムはね、確かにこの部分が全部金属パーツだったりするんで、まあ質感的なもので言うんだったらそっちの方がいいんですけども、価格が結構ね、高価になりがちです。でもしファルカムで今紹介したようなものを全部買い揃えるとしたら、まあおそらくこの PGY テックの商品の倍くらいになりますね。うん。まあその点今回のこのキャップロックってまあ後発だけありまして、コストパフォーマンスもかなりね考えられています。で今回紹介したキャップロックはほんのごく一部で、まあ、他にもですね、この有名なマンティスポット、これのキャップロックバージョンが販売していたり、まあ、あの車載とかに使うサクションカップとか、あとこういう、点釣り用の撮影ができるためのマジックアーム、そういったものもね販売していますので、ぜひね動画下の概要欄の方から、PGY テックのキャップロックの製品見てみてください。今回紹介したマグセーフ付きのこのキャップロックなんですが、おそらくですねこの動画が公開されている頃には、もうね出ていると思うので、ぜひね動画下の概要欄から、見てくれると嬉しいです。こう縦撮りとかねする方にもとってもおすすめです。そう、横も縦も磁石なんて関係ないですよね。いくらでも角度を変えられるので、まあ、そういったところもとっても便利なんで、ぜひね iPhone 使ってる方おりましたら購入検討してみてください。ここまで見ていただきありがとうございました。この動画がね皆様も何かも参考になれれば幸いです。で今後もですね、この PGY テックのキャップロックの動画ありましたらどんどん作っていきますので、チャンネル登録してくれると嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。